東7丁目と東10丁目の間のアベニュー A に沿ったトンプキンススクエアパーク深夜のアベニュー A と東7丁目アベニュー A はニューヨーク市マンハッタン区イーストビレッジ地区のアルファベットシティを南北に走る通りである。この通りの一ブロック西を一番街が東をアベニュー B が走っている。この通りの南端はハウストンストリートで北端は14丁目である。 14丁目以北は、アベニュー B につながるスタイフェさんとタウン内を走る、ループに続いている。ハウストンストリート以南は、エセックスストリートと名を変えて続いている。この通りは、アルファベットシティの生誕と考えられている。また、トンプキンススクエアパークの生誕でもある。マンハッタンのストリートグリッド整備の基準となった1811年委員会計画では、イーストサイドの一番外から、 ウェストサイドの12番街までのアベニューが建設されることとなった。この計画では1番街より東のアベニューはどんな位置にあったとしてもアルファベット1文字を関する追加のアベニュー、西から東に向かってアベニュー A、アベニュー B、アベニュー C、そしてアベニュー D のいずれかになる計画であった。1番街はマンハッタンのほとんどの地区で東端のアベニューではあるが、 現在のアルファベットシティの北側で一番街より東のいくつかの不連続な短い通りがアベニュー A として整備された。1947年にスタイフェさんとタウンピーター・クーパー・ビレッジが建設されたことで14丁目から23丁目の区間のアベニュー A が閉鎖された。この結果、分断されたキップスベの東23丁目から25丁目の短い区間は アッセルレビープレースと解明された。この区間の東隣は、アッセルレビレクリエーションセンターパークであり、そこには1904から6年に建てられたアッセルレビ、公衆浴場が位置している。アッセルレビープレースは2013年10月に閉鎖され、通行禁止となり、レクリエーションセンターの一部となった。ビークマンプレースは、ミッチェルプレース49丁目から51丁目の、 区間を走る短い通りである。1811年委員会計画におけるアベニュー A の一部ではないが、この通りの延長線上とほぼ一致する。この通りの名前はニューヨーク市の開発に大きな影響力を持ったビークマンファミリーから付けられており、その一員の EN ・ミルヘルマス・ビークマンの名前はダウンタウンのビークマンストリートとウィリアムストリートの由来ともなっている。 現在の東53丁目から92丁目の区間を走るサットンプレイス及びヨークアベニューも以前はアベニュー A と命名されていた。1875年、エフィンガムビーサットンは57丁目と58丁目の間に赤活色砂岩の家屋群を建設した。この通りに彼の名をつけるよう意見が上がり、1897年に ニューヨーク市議会は57丁目と60丁目の間の通りの名称をアベニュー A からサットンプレイスに変更する西願を承認した。1928年、サットンプレイスの59丁目より北の一ブロックとそれより北のアベニュー A の区間は第一次世界大戦で活躍したアルビニヨーク、軍曹の栄誉を称えヨークアベニューに改名された。この区間は かつてアベニュー A だった通りで唯一、アベニュー A と一貫した住所システムを現在でも用いている。イーストハーレムの114丁目と120丁目の間を走っていたアベニュー A の北端の区間は、1879年にプレザントアベニューへ改名された。この通りの住所は、アベニュー A から連続した番地名を用いていない。アベニュー A の延長上にある通り、アルファベットを関する通り、 客中、ありがとうございます。